さあ、ザンギが来てくれました。バーチャファイターの板橋ザンギです。さあ、相手はどうだ。さあ、先ほど我々を倒したブルドッグホイモー VS、GO チーム4対4なんですよね。あ、4対4なんだこれ。そうそうそう、まあ、バスタの方はもともと1人ちょっと欠員が出ていて、はい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 、GO チームもちょっと1人都合で、途中帰宅と。お、聞こえてますかね、これ。はい、まあ我々も試しましたが、まあ、どれだけ早くバスターに到達して全員係でバスターをやっつけられるかと、はい、あと俺らが負けたチームを俺らはどう見るのかみたいな。俺らを負かしたチームは、まあ、チームっていうかもう個人個人いうね、この感じもね、俺も結構懐かしいなと思って、ね、見てます。さあ、ザンちゃんがさっきはヒデオ先鋒だったけど、ヒデオ先鋒じゃないってことですよね。まあそうね、ザン吉先鋒ですね。そうそうそう、ザンちゃんが先鋒ですね。さあ、意外と動いている。さあ、下段投げ。あさあ、シェンロン、お、投げは抜けて抜けて、今更だけどこれめちゃくちゃ影に見えるゴーなんですよ。まあそうそうそう、割と昔からね、あのそう影っぽいゴーの、他の人もなんかそういうコスチュームしてて、おマジで分かんなかったっ、うん、久しぶりにやると特にそうそうそう。さあ、掴んで、おっ、さあ、届く、マジかよ、届いた。ドンピシャリ避けてミドルキーからちゃんと運び込むね。リングアウトをね、狙って、さあ、続いて、まあまあ、マメタかヒデオかのどっちかですけれども、まあエントリーのリングネームは違いますけれども、はいはい、あ、ヒデオですね。あ、じゃあいいですか、すいません。トナメルはないですね。確かにトーナメント進行か、確かに、そうか。まあでも5オンだしね、やっぱ抽選がね、醍醐味なんでね。確かに、そこの入力の手間とか考えると、なかなかまあ現場対応は進行具合が分かるといいよな。まあ個人戦とかね、その規模が小さければね、バーチャでトナメルか、そうか、そうかってなりますよ俺は。まあ、昨日の大会ではね、使っては見ましたけど。あ、そうなんですか、うん、なるほど。さあ、ヒデオ歩く、やっぱり、ね、要素でヒデオ節がね、見れるのがやっぱね、いいっすよね。いや、まあ、たまに輝くんですよね、やっぱり。いやー、取ったー、おお、こういうとこ、またね、無駄に円錐切り、そう、ぽい。
やっぱヒデオはねトップクラスの英霊なんで、まあそうね、やっぱいいっすね、こうヒデオのウルフが見れるっていうのはね、まあやっぱファンが多いっすからね、やっぱり歴代のウルフ界の中でも。いや、なんかさっき聞いた感じ ESM やってなかったみたいなこと言ってたんで、ここじゃなきゃ見れなかったかもしれないですね、ヒデオのウルフはね。4人対4人の状況なんでね、これもうあと2対2の状況ですよね、これは。はい、言うたら、あ、でも違うか、 3人対3か。さあきっちりしてる。コンボ結構ね、複雑なんですよね、覚えてんのか。いや、そう、どう下段投げ、ヒデオを信頼している。吉野もね、かなり久しぶりに見ましたけれども、ああそうなんだ、まあ、やっぱりこうプレビっていうところで、なるほど。さあ投げる、おっと、いやー、下段。プレビで集まった人ってね、やっぱ今回ね、絶対、俺もそうですけどね、まあ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 、でもやっぱまあ、そういうのでね、やっぱ久々に現場行ってみようかみたいな、で来てくれるのはありがたいし、ね、みんな集まってるから、じゃあ俺も行くって、もっと集まるみたいな ね、 そうだね、今回結構そういう流れがあったんじゃないかな、まあやっぱりみんなお祭りに飢えてたっていうのももちろん。さあ、引っこ抜く、引っこ抜く、こういうの、いやー、かっこいいんだよな。しかも同じ下段だけじゃなくていいのに。止まんねえぞ俺。こっから何でも当たる、こっから何でも当たるやつ、何でも当たるやつ、これはやられるよ、たまらん。ザッ、あー、おー、いやー、なんだろうね、このどっしりしたこの感じ。いやそうなんだ、投げる、もうだからやっぱね、いやー、そこで打撃で、うお、あっ、あー、リバウンドやらかし、いや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 、いやー、ここはブランクが出た。まあそうね、これさえ食らわなければ、そうっていうところなんだけどね、野球はできないんですよ、あれ。まあ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 、いやでもまあやっぱ盛り上げてくれる、あ、いや、あれスター性がある、スター性が、いや、やっぱ大会でいきなりね、プレーでもう投げられまくると、やっぱね、自分の試合にするのがうまいっすね、やっぱそうだね、なんかバーチャルのセンスある人って、俺が試合作るぜみたいな。まあ、言うたら一先だから、まあそうですね、自分の試合作った方がやっぱ相当有利。いや、しかしここはやっぱりプレビ同キャラチームありの大会なので、なるべく同チームには頑張っていただきたい。なるほど、まあそうね、同キャラコンセプトだからね。しかも、まあ、うちらもそうでしたけど、やっぱそのね、同じキャラ同士で攻略を、はい、そうね、まあ打ち合わせて、そう、この技当たるかなとかね、そう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 、言いながらね、行ったりとかね、多分 GO のチームもまあ何かしらの打ち合わせが行われてる可能性がある。さあ横投げ入る、ゴーはね、斜めの壁使うのがあんまそ
こまで得意じゃないイメージあるんで。そうですね、なんかジャンが八角形選んだのかなっていうイメージだけど。おお、よしのペース。PG 抜けられたな今。うまい、スムーズ。おお、暴れも引っ込んで。さあこれは壁まで届く。ね、バーチャファイター壁を有効活用すると半分は残ったからね。もう一気にね。いやしかし吉野は的確に会社だからうまい。さあな、ただ広い方に、いやさあバスターに到達。あ、こっからですよ。何人残し？3人。3人3人対バスターか。全然ドリブルで抜き去っていそう。あいつ今日何勝してんだろうな。だって まるで全部奪ってるじゃないですか。そう、最低でも10連勝してる。予選でね1回負けてるはずなんで。ああそうかそうか、確かに。だから罰がついて予選終わった後に10連勝してる。そうそうそうですね、そうですね。恐ろしい。確かに、まあ、温まってきてんじゃないかな。さあボスキャラ、投げ頭部。お、芸大投げ。いや、いいんじゃないですか。抜けて、抜けられ、あーさあ、こ追いついてしまう。これは追いつくね。いやー届いちゃった。だなー、ちゃんと後ろ投げでちょうど瞬体力だったからな。さあ壁絡むか、絡まない。いやーうえー、きつい。おーうおうおー、きついきついきつい。うめえやつはね、やっぱ体力リードをちゃんと生かして試合組み立てる印象ありますね。うん、投げる。この体力差をどうするかみたいなね。よお、おっと、うーわー、ごちゃってる。うわー、追いつく。おっと、落とした。いやー、うわー残る。うわ ー、 あそこから勝つ。いやー、ドット対7割ぐらいだった気がするけど、ライバー。そうだねー5回ぐらい読み勝った気がする。やっぱ技当てんのめちゃくちゃうまいっすわ。そしてディフェンスもあるっていうね。いやしのぐよね。しのぐし、ちゃんと自分のターンはちゃんとやりたいことやるみたいな。さあ残り2枚、津田沼ジャッキーとレオラオ。そうか、大将レオラオか。さっきもあれだな、ガード不能からミドル P で落としたやつ見ました。あのホームステイアキラにガード不能で最大ためやってミドル P っていうプレーがあったんですよ。あれ結構やばくて、ガード不能からの送球をしゃがむ相手にミドル P があったんで、そのままリングアウト。クソセコレオラオムーブが出て、なるほど、セコさ対決。そうめちゃくちゃラストあるなと思って。おお、
菅沼ジャッキーがはたいていきましたね。おっと、どうどう、これは漏れた可能性あるな今のは。うわ、さあバレて、ここは裏裏系なんだ。いや、おおおおおお、なきにしも。さあうわあ、まあ読み合い、うまい、うわ、うまい。さあ下がるよね。途中を読んだ形になりましたね。うわ、うわっさあいやー、早期を当てる読みかけてね、津田沼ジャッキーが。津田沼ジャッキーのゴー使い、いやー、これは流れきついな。さあどう、さすどうなる、さすがに、さすがに、さあ仕留められるか。うわー、即便でもまだまだあるよ。うわー、ビーニー、即便青カウンターとかなかなか当たんないんだけどね。まあでもやっぱ僕ここで勝ちたいっていうのでね。さあでかい、さあキャッキーバカ減り、うわ、抜けた、いや、まずい、さあいけるか、いった、仕留めた、レオラもにっこり。これはレオラが一番嬉しい、いやー嬉しい、いやー回ってくんなよ。